ヘレン・マック・ロリーは、イギリスの女優。ロンドンのドラマセンターで学んだ後、1990年に、真面目が肝心で、舞台デビューした。その他の舞台出演としては、シェイクスピア・ズ・グローブの、マクベスのマクベス夫人役、ジュニアのオリビア役、ウェスト・エンドの、お気に召すままのロザリンドー役など、クイーンと、ザ・スペシャル・リレーションシップでは、シェリー・ブレアを演じた。 シャーロット・グレーのフランソワーズ、ハリー・ポッターの最後の3作品のナルシッサ、マルフォイ、スコセッシ監督のヒューゴの不思議な発明のママジャンヌ、ジェームズ・ボンド映画、スカイ・フォールのクレール・ドワー、ピーキー・ブラインダーズのポリー・グレー、フィアレスのエマ・バンビル、マザー・ファーザー・さんのキャサリン・ビリアを演じた。ロンドン出身。父親は外交官。妹と弟がいる。ノルウェー。 ナイジェリア、カメルーン、タンザニア、ザンビア、マダガスカル、イタリアで過ごした。ハートフォードシャー州の寄宿学校を卒業後、ロンドン芸術大学で演劇を学んだ。1993年にロイヤルナショナルシアターで上演された、トレローニー・オブ・ザ・ウェルズのローズ・トレローニー役で、イアン・チャール・ソン・賞の第3位を受賞した。2002年には、 ロンドンイブニングスタンダードシアターアワードの最優秀女優賞にノミネートされた。その後、ウェストエンドの沖にメスママのロザリンド役で2006年のローレンス・オリビエ賞にノミネートされた。現代風にアレンジされたフランケンシュタインのテレビ放映に出演した。最初の妊娠により、ハリー・ポッターのベラトリックス・レストレンジ役の出演を辞退した。 その後、2009年7月に公開された、ハリー・ポッターと謎のプリンスで、ベラトリックスの妹、ナルシッサ・マルフォイ役に起用された。最終作、ハリー・ポッターと死の秘宝パート1と、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2で、マッコリーはこの役を再演した。また、BBC のテレビシリーズ、ドクター、フーのエピソード、ベネチアの吸血鬼では、主要な悪役である。 ロザーナ・カルビエリーを演じた。2007年7月4日、マッコリーは、俳優のダミアン・ルイスと結婚し、娘のマレンと、息子のガリバーを設けた。ロンドンの子供のための慈善団体、シーンハードの名誉講演者を務めた。COVID-19 のパンデミックの際には、夫と共に、街中のレストランの料理を NHS のスタッフに提供する、プログラム。 フィード NHS を支援し、同年4月上旬までに100万ポンドの寄付金を集めた。彼女はドラマへの貢献により、2017年の新年の栄誉賞で大英帝国勲章のオフィサーを授与された。2021年4月16日、ロンドンの自宅でガンのため死去した。52歳没。ツイッターで不法を発表したルイスは、 友人や家族からの愛の波に囲まれて、自宅で安らかに亡くなったと述べた。ブリティッシュアクトレスヘレン・マクロリーハズ・ダイド、ハズバンド・ダミアン・ルイス・セズ。ロイター、2021年4月21日閲覧。ヘレン・マクロリーさん死去時事 .com、時事通信社、2021年4月21日閲覧。ヘレン・マクロリー、 ピーキー・ブリンダーズ・アクトレス・ダイズ・ウェイジド52ハズバンド・ダミアン・ルイス・セズ BBC ニュース HTTPS www.bbc.com ニュースエンターテインメント・アーツ -5677 万593 2021年4月21日閲覧ありがとうございます